これより第4クォーターに入ります。六甲学院、相手陣5ヤードからファーストダウントゥーゴール。クォーターバック32番、ハンドオフウェイから自らキープ、約3ヤードのゲイン。六甲学院、セカンドダウントゥーゴール、残り2ヤード。フルバックのダイブプレー、しかしわずかに止まっております。サーダウンに変わります。六甲学院、サーダウントゥーゴール、残り1ヤード。フルバック38番、ハンドオフを受け中央突破、相手タックル弾き飛ばし、エンドゾーンに飛び込みタッチダウン。六甲学院6点獲得。六甲学院トライ4ポイント。キッカー20番、キッカー10番、キック成功、1点追加。六甲学院高校27点、滝川高校6点。六甲学院高校キックオフ、キッカー16番。滝川高校リターナー2枚、20番と6番。滝川高校リターン。リターナー7番、滝川陣、25ヤードを超えたところでボールデッド。滝川の攻撃はここからと変わります。滝川高校自陣27ヤードからファーストダウン10。ナニワック6番、オプションプレーのピッチを受けましたが、これを六甲学院がジャストし、約2ヤードロス。滝川高校自陣25ヤードからセカンドダウン12。パス成功。クォーターバック7番ワイドレシーバー11番へのスローバックパス。11番キャッチアンドランし約7ヤードのゲイン。滝川高校自陣32ヤードからサードダウン5。滝川高校、ここで後半2回目のタイムアウトを取りました。滝川高校、後半2回目のタイムアウトを取りました。滝川自陣32ヤードからサーダウン5。タッチダウン。南ニワック6番ハンドオフを受け中央突破、空いたタックルをすり抜けそこから独走。一気にエンドゾーンに駆け込みタッチダウン。滝川高校6点獲得。滝川高校トライ4ポイント。ここでホルダー7番ボールをジャックル、自らボールを持ち込み2点を狙いに行きましたが、これは六甲学院がアジャストしノーゲイン。結果6点止まり。六甲学院高校27点、滝川高校12点。滝川高校キックオフ、先ほど得点を挙げた滝川高校のキックオフで試合再開です。キッカー4番六甲学院はオンサイドキック、短いキックによる滝川ボール確保のギャンブルキックを警戒しています。このキックはエンドゾーンに入りタッチバック。六甲学院自陣20ヤードからの攻撃と変わります。六甲学院自陣20ヤードからファーストダウン点。フルバックのダイブプレー、ゲインは約4ヤード、キャリア38番。六甲学院自陣24ヤードからセカンドダウン6。インターセプト、ターンオーバー。ここで六甲学院はロングパス、ターゲット23番へのロングパスでした。しかしこれを取ったのは滝川4番。攻守交代です。ターンオーバー。滝川高校ハーフウェイからファーストダウン点。南学20番ハンドオフから中央突破、相手タックルの隙間を縫うように走り約9ヤードのゲイン。滝川高校相手陣41ヤードからセカンドダウン残り1ヤード。パス成功、ファーストダウン。クォーターバック7番プレーアクションからワイドレシーバー20番にパスを通しファーストダウン獲得です。先ほど六甲学院にペナルティーがありましたが、これは取りません。したがってパス成功でファーストダウンです。滝川高校ファーストダウン10、ボールオン相手陣20ヤード。ここでイエローフラッグ、反則が発生しております。フォルススタート、オフェンスの反則です。不正なスタートを切りました。わずかに揃わずに動いたようです。5ヤード抜体となります。滝川高校相手陣25ヤードからファーストダウン15。ナイスだ、ビッグゲイン、ファーストダウン。何枠6番ハンドオフから中央突破、相手タックルのように大きく飛び込みゴール前1ヤードまで前進しファーストダウンです。ここでウォーターブレイクです。滝川高校ファーストアンドゥゴール残り1ヤード。タッチダウン。クォーターバック6番 QB スニークでそのままエンドゾーンなだれ込みタッチダウンです。滝川高校6点獲得。滝川高校トライ4ポイント。プレーを選択します。2ポイントコンバージョン。エンドゾーンにボールを持ち込み2点を狙う選択をしました。パス不成功。しかしここでイエローフラッグ、反則が発生しております。ディフェンスの反則です。オフサイド。ボールが動く前に相手エリアに侵入しました。残り半分の距離のバッターを受けトライ4ポイントやり直しです。滝川高校チャンスを拾いました。トライ4ポイントリセット。滝川高校トライ4ポイント。2ポイント成功。ランニバック20番ハンドオフを受け中央突破、そのままラインの隙間を突き抜けエンドゾーンに飛び込み2ポイント獲得。滝川高校20点、六甲学院27点、ワンタッチダウン差です。滝川高校キックオフ。キッカー4番。六甲学院オンサイドキックを警戒しています。六甲学院リターン。六甲学院陣10ヤード付近でボールデッド。六甲学院、自陣12ヤードからファーストダウン10。クォーターバック32番、中央突破を図りましたが、これは滝川集まり奥約2ヤードロス。六甲学院、自陣11ヤードからセカンドダウン12。ノーマルのプロアイフォーメーションを選択します。ビッグゲイン、ファーストダウン。ランニングバック20番、ハンドオフから左オフタックル付近を大きく独走。そのまま一気にディフェンスをまくり、ゴール前まで大きくゲインしてファーストダウン。六甲学院、ファーストダウントゥーゴール残り9ヤード。ここで六甲学院リバースプレー。タイトエンド87番、右オフタックルをつきまして、しかしゲインはわずかに1ヤード。六甲学院、セカンドダウントゥーゴール残り6ヤード。中央へのプレー、フルバック右オフタックル付近をキャリア20番駆け上がり、ゴール前1ヤードでボールデッド。サーダウンに変わります。六甲学院、サーダウントゥーゴール残り1ヤード。タッチダウン。ランニングバック38番、ハンドオフから右オープン展開。相手にタックルに飛び込み、そのままエンドゾーンなだれ込んでタッチダウン。六甲学院6点獲得。六甲学院トライ4ポイント。キックは失敗、6点止まり。六甲学院高校33点、滝川高校20点。試合時間残り1分46秒。六甲学院キックオフ。キッカー16番。先はここリターン。リターナー20番自陣25ヤードを超えたところでボールデッド。滝はここからの攻撃となります。滝川高校自陣26ヤードからファーストダウン10。パス成功。ファースタークォーターバック7番ワイドレシーバー20番にパスを通しファーストダウン獲得。外へ出たので時計は止まります。滝川高校自陣39ヤードからファーストダウン10。パス成功。ファーストダウンターゲット2番ファーストダウン獲得です。ここでレフェリータイムアウトが入ります。滝川高校相手陣35ヤードからファーストダウン10。負傷者が外へ出たところで時計は回り始めます。パス不成功。クォーターバック7番11番に投げましたが11番外へ出ておりました。したがってパス不成功です。セカンドダウンに変わります。滝川高校相手陣35ヤードからセカンドダウン10。パス不成功。クォーターバック7番ミドルゾーンへのパス。しかしこれは六甲学院がパスカバーしておりパス不成功です。サードダウンに変わります。滝川高校相手陣35ヤードからサードダウン10。試合時間残り1分7秒。パス不成功。再びミドルゾーンへのパス。ターゲット20番。しかしこれもカバーされておりパス不成功です。フォースダウンに変わります。時計を確認します。残り時間は1分1秒。滝はフォースダウン10。ス不成功。滝川高校、ここでターゲット20倍のパスでした。しかしわずかにコントロールはまず4回目の攻撃失敗ですので攻守交代、ターンオーバー。六甲学院自陣35ヤードからファーストダウン点。試合時間は残り1分を切っております。2ダウン、時計を回します。六甲学院セカンドダウン11。 2ダウン、時計を回します。ここで試合時間がなくなりました。試合終了となりまして、六甲学院高校33点、滝川高校20点で六甲学院高校の勝利。六甲学院高校2回戦進出です。皆様、長時間のご視聴ありがとうございました。本日は配信の中でいろいろと不手際がありましたが、なんとか彼らの活躍をお伝えすることができたことを光栄に思います。六甲学院高校はこの試合に大きな試合の賭けをしていたと思います。さまざまなフォーメーションを対応し、滝川高校の常識を覆す戦術でそのまま試合を乗り切ったと思います。私自身が見たことがないほど多様なスペシャルプレーも展開されました。配信しているものとして観戦冥利に尽きた一戦だと思います。負けました滝川高校も非常に骨太のフットボールをしていたと思います。ですが戦術の妙という点において、本日は六甲学院に軍配が上がったと私は思っております。今後も高校アメリカンフットボール、そして社会人の2部3部といったところ、あるいは地方学生を応援していきながら、私はこういった配信を続けていきたいと思います。本日はその中でご視聴いただきましてありがとうございました。またの機会ありましたらよろしくお願いいたします。それでは失礼いたします。